皆さんこんにちは、まさやんです。さあ、今回は、打ち消し水量の助動詞、マジ。これをやっていきたいと思います。で、このマジっていう助動詞は、実はね、べしプラス打ち消しがマジです。なので、べしの意味に打ち消しを加えたものが、マジの意味になるっていうふうに覚えてみてください。それでは、参りましょう。さあ、今回も右側に助動詞一覧表の一部を載せておきました。ぜひね、手元に文法書がない人は参考にしてみてください。まず早速、接続です。接続は、終止形接続。で、この終止形接続ってのはちょっと特殊なルールがあって、ただし、螺旋型は連体形に接続っていうルールがあるんだよね。で、これどういうことなのかっていうことについて細かく解説したのが、べしの動画に載っかっているので、そっちの方もぜひ一緒に見てみてください。では続いて意味と訳し方です。これね、今回5つあります。打ち消し水量、打ち消し意思、不可能、打ち消し当然、不適当、禁止。この5つに分けました。早速訳し方を見ていきましょう。まず丸1、打ち消し水量は何々ないだろう。丸2、打ち消し意思は何々ないつもりだ。丸3、不可能は何々ことができない。丸4、打ち消し当然は、何々はずがない。丸5、不適当禁止は、何々ないのが良い。とか、何々するな。こんな訳になります。で、マジの意味の訳し方なんだけれども、これさ、べしの打ち消しがマジっていうのを最初に言ったよね。べしの時って、この時はこの訳とか、こうなったらこの訳になるっていうのが結構決めにくかったよね。同じです。べしと同じく、前後関係を見て、ふさわしい訳を当てはめてみてください。はい、ということで今回は助動詞のマジを見てきました。まあ今回マジだけだったので、復習してみようもかなりあっさりと、意味と接続は何ですかっていう一つだけにしておきました。まあちょっとマジは意味が多いので、前のページを見ずにしっかりと言えるようになるまで復習してみてください。はい、今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。お相手はまさやんでした。バイバイ。